そして迎えた日本の第2戦、9月28日日本対アイルランド戦が行われ、調布駅前広場には開幕戦を上回るたくさんのラグビーファンが集まりました。駅前広場の一角にはラグビー体験エリアが設置され、子どもたちが現役ラグビー選手と一緒にパス回しやリフトアップにチャレンジしていました。入場制限になるほど人で埋め尽くされたパブリックビューイング会場。日本がトライを決めた瞬間、観客のボルテージは頂点に達しました。日本は世界ランク2位のアイルランドに19対12で勝利、グループ A のトップに躍り出ました。